い、ということですね、本日もやってまいりました古原康久 TV よ。はい、ということでですね、今日も実はですね、ある方とのコラボなんですけれども、皆さん驚かないでください。あの巨匠ですよ、ナダリカの監督、臼井正浩先生です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。臼井です。はい、臼井先生、何て言いますか、ナダリカ。そういう訳し方ないんですよ。あ、違う、はい、え、これただあなたを前で来てるんですよ。あ、そういうこと、はい、これは穴で来てる。あ、ただ穴なのかな、はい、ナダリカじゃない、ナダリカじゃない。違うんだ、読めないでしょ。いや、読めない、ただ穴でいいですか。ただ穴です。はい、わ、はい、かりました。ということで今日ですね、ゲストはただあなたを理解したいを、撮ったしかも初監督ということですね、まあ、今回コラボさせていただきます、臼井正浩監督です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。臼井正浩です。え、本当に、いや、お前撮ってないでしょ。どうする、お前撮ってないでしょ。いやいや、横におっただけやろ、絶対撮ってなかったらこんなに大勢の音が動かないよ。いや、大きく見ました上の階。いや、見てない、見てない。いろんな方のスタイリストさんとか、はい、うん、メイクさんとかも入って、うん、今もうすごい、あなたね、スケジュールギリギリに行くんだよ。そうだね、そうとってもこのもうスケジュール分刻みなんですよ。忙しい、忙しい、忙しいです。忙しい。いや、でもさ、監督でしょ、はいはい、正直言っていい、はい、俺さ、お前のことをさ、はい、もう16か、そうですね、15以来です。あの臼井正浩、ジョー・ハント役やってた臼井正浩が監督になるなんて逆に誰が思いましたか、これ。いや、皆さん、本当皆さんのおかげでございます。ありがとうございます、本当に。まず構想いつか。構想で言うと、どうすか、もう2年ぐらいですかね。2年ぐらいですか、構想。2年、2年、もうちょいですか、2年ぐらい。お前まだこんな時じゃん、こうしたら。だから、そうだから、俺がまだ、だから7歳なんですちっちゃ。脚本ってやつが大変で。脚本とかってどうしたの。脚本は最初、プロットって呼ぶ、脚本の前の段階みたいな。これを書くのに、もう半年とか1年。で、脚本に今、その脚本家さんとか、プロデューサーさんとかも入って、脚本をこう、練っていっていただいて、そこに自分でこう、僭越ながらというか、はい、ちょっとだけこう、意見、そういうのもあったらどうですかとかっていうのを、マジで？この作業がすごい。では、物語の映画の根幹になるの、はい、はい、ここの部分が一番大事である、一番その苦労したの。おー、なるほどね。いや、じゃあなんで臼井がそもそも監督に選ばれたの。自分がやりたいですって言った。もちろん自分でやりたいです。そういうチャンスがあるんだったら、うん、いつかやっぱ僕もともと結構映画が好きで、あの昔結構仕事ない時とか映画鑑賞を控えてした時期もあったんですよ。はいはいはい。センター終わった後とか仕事ない時期で、そこからまあ映画見るだけじゃなくて、まあ、出るのもやりたいし、いつかは撮りたいなって思ってて、こういう意見なかなかないじゃん。そうだね。これ壮大な、みんなに仕掛けられたドッキリなんじゃないかな。だから本当に臼井が撮ったのかちょっと未だに信じてないから。なるほど。そう。だからちょっと今日ちょっと確かめさせてもらって。ドッキリかどうか。ドッキリか。だから最後のカメラ入ってくるところもし来たら俺速攻回すから YouTube。なるほどね。そう。ちょっと今回の見どころだったりだとか、はいはい、それこそ、なんていうの、今回苦労した面だったりだとか、はいはいはい、ちょっとそういったところを、まあ、一応聞いとこうかみたいな。別の、全然この苦労したというか、うん、役者ならではだったんですけど、はいはいはい、役者やってる時って自分の出番が終わったら終わりじゃないですか。あ、まあ、そうですね。これが監督って違うんですよ。おお、監督っぽい。当たり前なんですよ。おお、全員の撮影をやんなきゃいけないですよ。だって大丈夫かなこれ。いや、それは知ってるよ。知ってる知ってる。本当にこの撮影もちろんあって、一番最初に入って一番最後の方に終わる、これが終わった後に翌日の予習とかなんですよ。おお、まあ、その僕も初めてで経験もなかったので、なるべくそのキャストの皆さんにもベテランのスタッフの皆さんにも迷惑かけないように、はいはい、まあ、ちょっと終わった後に部屋とかで、うん、明日の終わり打ちとか、うん、こんなイメージで撮りたいと思ってたみたいな写真を見せたりするっていう時間が大体毎日2時間ぐらい。おお、だからこれ撮影してる時期はおそらく2週間ぐらい、愛知の方で撮影させていただいたんですけど、はいはい、本当睡眠時間多分5時間とか5時間とか。マジで？いや、きついね。あんな寝る水があるで、きついです。でもなんかその時って、うん、すごいアドレナリンがその1週間、うん、すごい出ちゃってるから、うん、全然3時間とか
ともう体が回復してるのが分かるぐらい。おでそのぐらい多分極限というか、おうおうなんか自分的にはいやしんどいね、ちょっとこう、うん、ドキドキしながら撮影したのかなって思います。なるほどね。あともう一個この皆さんが見ててこれびっくりだなって思うのあると思うんですけど、はいはい、ゴーオンジャーとかで撮ったら結構3ヶ月ぐらいにもう映画館に、あ、そうだね、流れるみたいな感じの、そのぐらいバタバタしてスケジュールだったんですよ、うんうん、俺ら一番多い時台本7冊とか8冊とか結構多く映画とかで被ったりするからね。で2班で、はいはい、でもあれの裏にはそのスタッフさんですよ、うん、倍、うん、編集とかを頑張ってるっていう多分、うん、背景があったんですよ、はいはいはい、僕は全然それ知らなかったんですけど、うん、今回なんと編集10ヶ月ぐらいかかったんですよ。え、10ヶ月びっくりでしょ。え、マジで結構だってさ、俺たち撮影してさ、え、もうしあさってくらい放送だよみたいな、そうそうそう、ちょっとあったじゃん。ほんとそのぐらい追い詰められた時間です。そのゴーンジャー撮影中ですけど、今回撮影終わったのが去年春ですよ。あ、じゃあほんと1年。編集ってちゃんとこう絵をつなぐっていう工程と、そのこれは映っちゃいけないよね、例えば人がここに映ってました、はいはいはい、それを消したりする。なるほどね。オンライン編集っていう、はい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 、編集が、でそれにさらに音楽を作る、おうおうおう、で効果はこれ別なんですよ、人しか。え、そうなの。音効とその作曲の、あれでしょ、雪の音とかジャンジャンみたいな。そうでしょ。あ、そうなの。え、ちなみにさ、それ全部立ち会ってるでしょ。俺は基本的に全部立ち会ってる。うわ、これきつだから夏ぐらいやっぱ一番きつかったね。もうその全部の確認が同時並行、編集の確認、音の確認、うん、でこの音が渡るのって声音もしなきゃいけない。薄い監督って言われてるの、ね、監督って言われるんですか。監督って言われるの。うわー、なんか変な感じ、変な感じでしたね。え、じゃあ自分では監督って呼ばれたらどんな感じなの。でもなんかその時はもうなんかこの経験がない中でこれをやりきらなきゃいけないっていう、こう変なもうモードに入ってるんですよ、はいはいはい、これをとにかくやりきらないと俺はいけないんだっていうモードだから、はい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 、もう監督なんですよ。なるほどね。だから今回正直薄いに会うまではまあなんだろう、本当に薄いがやったのって思いとなんかおめでとうの気持ちとなんかすごいいろんな思いも抱えながら今俺ここにいるから、ちょっと新鮮で不思議な気持ち。いや不思議、なんか仲間が急に監督になったら多分みんなびっくりすると思うよ。一緒に怒られてたんですよ。なのに、なんか、そうそうそう、薄井がちょっと怒られるゾーンから頑張って今脱出しようとしてるんで、俺からしたら気に食わなくて、お前何お前ちょっと大人側に行こうとしてんだよ。もう僕32なんで、仕事は行く。38です。若干寂しい部分もあるんだ、そう考えたら。なんか嬉しい気持ちもあったりするんだけど、うわ、なんかついに、薄井も、なんか、監督デビューしちゃって、はい、うわ、これから、じゃあもう役者やらなくなっちゃうのかなとか、なんか、いや多分ね、心配してる人も多分いると思う。本番さんとかに、はい。そう、それこそ。それで言うと、僕、3月から、実はその、戦隊ではなく、はいはいはい、仮面ライダーの方に出るんですよ。おつまり役者として出演するんで、まあ、それはそれでね、楽しんでいただきたいな。あれは村人の役なんでしょ。普通にしましまの服着て。確かにしましまの服だったしましまの服ちょっと緑っぽいみたいな。ただ穴は、どんな話なの。なんか、その、この映画自体は青春群像劇なんですよ。おだから、一言でこの話っていうのは個人個人のなんか理解への理解を深めるっていうのがあって、なるほどね。これなんかまあちょっと簡単に作った背景みたいなのがつながってくるんですけど、うん、なんか2年ぐらい放送してるんです、はいはい、まだちょうどコロナなんですよ。あ、その時代か、はい、なるほどね。でなんかその時って SNS って結構なんでか分かんないけど結構 SNS 上の誹謗中傷って結構あって、うんうんうん、でなんかそこでこう暗いニュースとか多かったと思うんですよね、はいはい、でその時になんかすごい感じたのがちょっとこう人と人の理解がなんかすごい欠如してるなっていうのがきっかけだったんですよ。だからなんかその人と人の理解をなんかもっと深められるやつがいいなと思って、主人公の男の子が東京に行
出てってしまったけど、その子がこう、うまくいかないことがあって、こういなくに帰ってきて、その帰ってきたら、その子は太陽みたいな子だったら、それぞれうまくいくもやればいかないと思って、だけどそこの友達関係とか恋人関係とか、友情関係に、なんかもう一個理解が深まるみたいな。あー、なるほど。そういう話。これちなみに原作はあるの？ないです。ないの？オリジナルなの？この子たちは、まあ、その学生時代まで一緒に、そっか、一緒に過ごして、なるほど、ね、架空の町なんですよ、はいはい、風見町って町で過ごして、で出ちゃった男の主人公、うんうん、この子が帰ってきたことによって、この周りの人の人間関係が少しずつ変わっていく。なるほどね。でもさ、そういった意味ではさ、これからの季節にさ、めちゃくちゃいい映画だよね。よく言ってくれましたね。ね、なんで桜なんですよ。あ、そういうことね。去年の1年前の桜の時期に撮影したんですよ。なるほど。だからか。だからこっから多分環境も新しくなって、3月4月になると、その東京に上京してくる方とか、まあ、新入生だったりとか、新社会人の方とか、はいはい、で地方から出てきて東京でうまくいかないこととかあったりとか、なんか家だなと思うことがある人とかにも、うんうん、なんかこうそういう人にも支えてくれる仲間がいたりとか、自分へ理解を示してくれる仲間がいるっていうのが伝わるといいなっていう、はいはい、なるほどね、そういう思いです、この映画。おー、なんか監督っぽいこと言うね、今日。すごい言うじゃん、監督っぽいこと。監督っぽいみたいな。監督だって。私が一番、まあそうっす。監督。一番監督。一番監督。一番と。この映画を通して、薄井が一番伝えたいことって何なの？でもやっぱタイトルなのかなと思いますけどね。おー。理解っていう。いや、これ理解っていうのって、いろんな理解がある。うんうん、一概に一つとは言えないです、うん、まあ、ここに出てくるのは、7人、はい、7人で、ね、お会いだからから出てくるので、この、まあ、まずは7人それぞれ理解しがたいこともあって、うんうん、はいはい、それを受け入れなきゃいけない、うん、理解しなきゃいけない、なるほどね、っていう青春の像。地方でも、はい、舞台室に行こうかなっていう。あ、やっぱ決まってるの？あ、その2月の23日に、この映画自体はヒューマントラストシネマ渋谷で、はい、渋谷で公開します。なるほど。でその後、うん、まあ、関西と、関西、おお、すごい、結構なところで行く予定なんです。えー、それにも出るの？一応それにも、まあ、その登壇できるところは登壇しようかな。おお、なるほど。あ、じゃあなんか皆さんも、なんか薄いファンの人とかは、まあ、これいつ出るかちょっとまだ分かんないんだけど、よかったらね、それも見てみてあげてください。よろしくお願いします。いや、ぜひよろしくお願いします。いや、つながりな、お前。お前が一番守るってさっき言ったじゃん。あれ、これ何これ、そもそもこれ、ただあなたを理解したい。いや、お前理解してないで、つながりを、まずつながりを理解してるよ、先に。いや、その、まずその、いや、その、これ初公開の映画のタイトルもういじるなよ。わかりました。早いっすよ、俺の早い、初買ったさっき早い。薄井からの、まあ、なんと一番、まあ、言いたいことだったり、メッセージだったりとか、もしあれば。いや、まずはでも、僕、こんな形で2回目出演させていただいて、ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。嬉しかったです。いや、まあ、いや、みんな喜んでるから。いや、もう本当に、前回結構、僕もコメントとか、実は見させていただいて、うん、あ、見てるの、なんか、すごい、楽しんでいただけたのかなって、ちょっと。めちゃ楽しんでくれてる。一番問題児組だったから、めっちゃ言われてたから。いや、その問題児組のね、はいはいはい、僕でしたが、うん、まあ、今回、その初めての長編かなと。ということで、普段、制作の現場でご一緒しているスタッフさん方だったりとか、まあ、こう、強からからね、応援してくれている皆さんのおかげで、まあ、なんとか、形で、4部滑ったということで、そうだね、本当に嬉しく思ってるので、いや、本当に楽しいですよ、はい、この映画、先ほど話があったように、2年くらい前からその放送が始まって、でその時に、まあ、SNS 上とかで、結構その人を理解しなくても生きていけちゃうような世の中だな、なんていうことを思って。それが今、この肌穴のサイトのトップにもそういう言葉が入ってるというと、はい、なんかそういう状況に何か一石投じられないか、まあ、そのおがましいかもしれないけど、ちょっと作り手として何か自分が表現できることないかなっていうふうにことを探って、まあ、なんとかこういう形になったので、はいはい、そこはメッセージとして皆さんに届けていただけたらなっていう。
ます、はい、はい、ということでですね、臼井正弘監督のただあなたを理解したい2月23全国ロードショーです。皆さんぜひ見てくださいということでですね、今日は臼井正弘監督に来ていただきましてありがとうございました。グリーンピースもうちょっと続けてください。もうちょっとお願いします。今回、予約を務めさせていただきました鈴木貴之です。よろしくお願いします。春樹役を務めさせていただきました野村小田です。本日お越しいただきありがとうございます。よろしくお願いします。はい、青役を務めました新谷ねずみです。皆さん今日は短い時間だと思うんですが楽しんで行ってくれたらいいなと思います。よろしくお願いします。はい、七海役を務めさせていただきました森高愛です。本日は短い時間ですが楽しんで行ってください。よろしくお願いいたします。ゆいか役を務めさせていただきました伊藤千恵里です。今日は皆さんにこの映画をお届けできるのをとても楽しみにしていました。今日はよろしくお願いします。浩二役を務めさせていただきました比嘉秀美です。本日はご来場本当にありがとうございます。よろしくお願いします。最後に臼井正弘監督お願いします。監督を務めました臼井です。ちょっと分かっと思った方もいらっしゃるかもしれないですけど、すみません、ちょっと今日はメイクさせていただいてちゃんとめかし込んで来ましたので、皆様今日短い時間ですがここにいるキャストさんのお話聞いて、その後映画を見ていただけるんですかね、楽しんでいただけたらなと思っております。今日はよろしくお願いします。キャストの方とあと楽曲も提供いただいて、本当に音楽でもお芝居でもこうロケーションに協力してくれた方、まあ、いろんなスタッフの方々、キャストの方々、今日来てくれた皆さんいてやっと完成した映画だなっていうふうに本当に思ってます。初挑戦というか初監督作品なので大きいことはもちろん言えないんですけれども、ここにいる俳優のお芝居が少しでもなんかこう皆さんの心になんか残るといいなと思っております。この後楽しみに見てください。ありがとうございました。皆さん驚かないでください。ドッキリじゃなかったです。いやめっちゃ良かった。お疲れ様でした。普通に嬉しかったね。なんかやっとなんかここで初めて完成披露したいっていうぐらいだから、うん、ここで初めてこうオープンにできるっていう。そうだよね。だって2年だからね。2年ぐらいかかってる構想ね。ということで皆さんぜひ田中君を理解したい、はい、ぜひご覧ください。ナタリカ、じゃあ田中、はい、ハッシュタグ田中でよろしくお願いします。はい、バイバイ。飯行きましょう。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。